北九州市立八幡小学校は、福岡県北九州市八幡東区中央三丁目にある公立小学校。八幡の中心部に位置する。吉坊橋、八幡小学校の始まりは、明治時代に遡る。まず、1874年の学生発布に伴って、小倉村、大倉村、枝光村が、それぞれ小学校を設置した。 4年後の1878年に3つの村の小学校は統合されて、小倉座東田に岡東小学校ができる。その後、八幡製鉄所が生まれた1901年に岡東小学校は八幡神城小学校と改称され、翌年の1902年に現在の熊本山に移転した。これが八幡小学校の始まりである。 1907年から1919 19年までの間に、旧、小倉、旧平原、旧天神小学校の参考統合が決定に、次々と神城小学校が設立され、そこへ児童の一部が移っていった。1935年には3階建て、鉄筋コンクリート造りの新校舎が落成する。1941年には国民学校令により、 ヤワタ国民第一学校と解消される。1945年8月8日に起きた八幡大空襲では校舎や校道が焼けるなどの被害を出した。戦後の1947年には学生改革によってヤワタ市立ヤワタ小学校と名が改められた。1963年にはヤワタ市、若松市、戸端市、小倉市、文字市の都市が合併して、 北九州市が生まれたことに伴い、現在の北九州市立八幡小学校に改称する。1988年には創立110周年記念式典が行われた。1988年からは武田市立大名岳小学校との交流を開始する。1996年には長年使われた旧校舎が解体され、2年後に現在使われている。 校舎が落成した。2008年には創立130周年を迎えている。八幡小学校の前を走る道路には立教がかかっており、吉坊橋と呼ばれている。1962年に建造された、この橋の名称は、同年8月24日の大火で命を落とした同校生徒のあだ名にちなんだもので、彼の両親が彼の供養と生徒の安全のために寄贈したものである。 現在も橋のたもとには彼の名と両親の功績を刻んだ石踏みが建てられている。ありがとうございます。